ぐらいです。ちょっと言ってみて、うん、ただやっぱり根本的にアレルギーが出てきたりとか、ちょっとこじれやすいタイプのものとかと、もうちょっと需要って一個ぐらい脳皮と耳の皮膚の症状、うん、一番にはいなかったですね、うん、ニキビ谷にはいなかったです、はい、完全なの